イベント、レッドパインのステージ攻略、PS の6に行きます。教習の内容は、遊撃隊砲兵隊長とサビ堂、オルマーイングラが、ステルス能力を獲得。あんだってエイヤのスキル3特化3を入れています。強襲でステルスになっているのは、遠くから榴弾を撃ってくる敵の全部と、倒れた敵の数に応じて攻撃力と攻撃速度が上がる、生贄くんのうちの一体です。ふむふむ。左側がみんな配置不可になってる。ひどい話やで。左と右は高台で分断されてて。これがレッドラインか。レッドパインなだけに。なんだか涼しくなってきました。このステージの敵の大半は、上の敵はそのまま右上の青ゲートに、下の敵はそのまま右下の青ゲートに行きます。シンプルな直進。今出てるバリア狙撃はバリアが時間で剥がれますので、とりあえず上はグムでキープ。3体目のバリア狙撃がワープしてから白雪を配置します。伝令兵が立ってる。あれはフィールドにいるだけで敵が強くなりますので、クルースを置いて倒しに行きます。その後にパフューマーを右向きに配置。後じゃないとダメなの？クルースが倒されないように被弾を分散しています。ふむふむ。クーリエのスキルが発動したら重装に交代。生贄くんがここで止まって、さらに左にバリア狙撃が出た頃に白雪のスキルで溜まってる敵を倒します。敵が溢れないようにかな。さらに生贄くんが動き出した頃にエイヤを配置。早すぎると狙撃兵に倒されるので注意です。ふむ。右下から生贄くんが出たらガシャのスキル、医療の2人もスキルを使います。そしてイラプション、左の斧持ちと右上の生贄くんを倒します。あ、クムが倒された。クオーラに交代しておきましょう。すぐにエイヤを撤退。左下から砲撃兵が出てきますので、その攻撃をクオーラで受けます。ステルスで一方的に撃ってくる。なかなかふざけてますね。次に左から出てくる黒い生贄くん、これが強襲でステルスになってるやつです。あの長い名前のやつ、ハゲド。違うのはわかるけど正しい名前は覚えてない。じゃあそれで。絶対今適当に流した。さて、ガシャと白雪は下げますので、その前にスキルを使っておきましょう。特に上ルートは、狙撃兵を一体倒しておかないと、敵に抜けられちゃいますので注意です。ふむふむ。エイヤとグムを再配置できるようになったら、ガシャと白雪を撤退。エイヤ、スーロー、グムの順に、ポーズしながら素早く置きます。しかも一倍速にしてる。さて、左に止まってる生贄くんが超強くなっています。やばそう。上野がワープに入ったら、クオーラとパフューマーのスキル。右下からナギマタが出たら、ビーグル、エイヤ、ハイビスカスのスキルを使って、少し遅らせてから、スツーロもスキルを使います。一網打尽だ。ナギマタと砲撃兵以外を倒せたら、ビーグルを下げて、ムースで下の砲撃兵をブロック。砲撃兵を倒してから、ボスを削ります。上の砲撃兵は？そちらもグムでブロックできますので、グムがブロックしたのを確認してから、ガシャや白雪を再配置して倒しておきましょう。なかなか説明が細かかったね。星6がエイヤだけでクリアできるように結構切り詰めましたからね。このステージを周回するの？このイベントは素材効率がいいわけじゃないので周回しなくてもいいみたいですね。そうなんだ。でも強襲でステルスになってるやつ、あれがボスってわけじゃないのね。多分左で止まっているうちに倒されたくなかったんですかね。ふむむ。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。